あるんですけども、どう消えてますかね。大丈夫かな、戻ってきたな。大丈夫かな、放送できてますかね。ちょっと心配です。重いのかな。なんだろうね、不具合が。はい、切れましたけど、今復活しました。電線マン、これな。はい、電線マン。はい、ちょっとあの皆さんぜひですね、チェックしてください。もう本当に電線なんですよ、電線ね。まあ、しょうがないね。左も右も電線してる。両方やってたらそう言われる。電線マンですよね。ストッキングってね、電線しちゃうよね。そう、だから高いストッキング買ってもどうせ電線するんだったら安くでいいじゃんって今日朝、朝の綾部家の一コマ。いやでもそれどこの家庭でもある一コマじゃない。だって私だって3機で買うよ。牛久も3機で買いますよ。安いですから。なんかわかんないけど、うん、でも5本ぐらい入ってて999円ぐらいであってほしいなと思うんですけど、うんうん、でもコンビニで買うと599円するんですよ。そうね、高いよね。そう、もったいないなと思って、うん、だって履くときにベリーとかやるんだよ。あのさ、分かったよ、うん、あのもうちゃんと3機で買ったのを1つ忍ばせとけばいいんだよ。電線マンって呼ばれる前に買えないんですよね。でもちょっとぐらいの電線だったら別にいいかなって思っちゃうんだけど。あやびさん気にしなさすぎですね。あら奥様、婚活女子としてはよろしくないんじゃなくて。あらざます、あらざます、あらざます。キャラクターが、うん、はい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 、はい、まだありますよ、はい、コメント。たかちゃん、うん、おかえりなさ い,、はい、おかえりなさい。チャンミアの時間ちゃん、お疲れ。今取り出よう、取り出だそうです。あれ、今日は登りましたね。どこまで行くんでしょうか。どこまででしょう。あとあと、かよさん、アグカルで龍ヶ崎市が取り上げられたよ。そうです、牛久沼、龍ヶ崎牛久沼って書いてあって、うん、アグカルエンジェルバラキちゃん、そうね、今貼ってくれましたのでリンクをぜひぜひチェックお願いいたします。ぜひ、最初のうちじゃないと無料じゃないので、あ、そうなんだ。そうです、そうです、そうです。なんか1ヶ月ぐらい経っちゃうと有料になるそうなので、皆さんですね、早めにぜひぜひチェックして、ね、本当にね、あの、アグカルいいですよ。かわいいの。あのね、特にあのテーマ曲、すごいいいの。へぇ、早口で、ちょっと私は言えないんですけど、早口なんですよ。ドル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 っていう。早口得意じゃないですか。今日も元気に行ってきまーすみたいな。あ、落ち込むことがあったってって、朝ごはんだけは欠かさないって、ずーっと笑顔でいるための大事な私の約束ことよって知らない？知らない。はい、雨が強く降る日も。これいつもです、感じしたね。はい。はい、じゃあ皆さんアグカルぜひチェックしてください。よろしくお願いいたします。まあ、実際の歌とね、今チャミオさんの歌がどれほど合っているのかっていうのもチェックしてね。アグカルエンジェルバラキちゃん。お願いいたします。はい、はい、あと歌舞伎堂さんもございますよ。はい、はい、おかえりなさい、おかえりなさい、はい、チャミオのじこなんちゃん、お疲れ。たかちゃん残業頑張れ。シャカバナウですが、冷房は超えて蒸し風呂状態ナウです。意外と暑かったからね。32度まで上がったそうなんでね。はい、暑かったんで、また夏になっちゃうのかな。ねえ、どうなんでしょうか。困るざますね。ね、困るざますね。また明日吉田大仏さんに聞いてみますね。聞いてみるざます。じゃあ続いて行ってみるざます。行ってみるざます、お願いします。ざます。はい、じゃあ続いての牛乳でございますけれども、はい、2つ目ですね。続いてはもう我らが、うん、婚活女子には必見のニュースでございます。何でしょう。こちら広報牛久さんからなんですけども、うん、女性のためのがん検診、婦人院科の集団検診のご案内でございます。あら、気になるでございますわね。でしょ、はい、ですね、まあ、あの子宮がんだったり乳がんにかかる人や死亡する人の数、うん、年々増加傾向にござる、うん、ござる。特に突然拙者はついていけるでござるな。しっかり読みたい内容だったのに、なぜざますござるだよ、はい、マジで、はい、すいません。特に子宮頸がんは他のがんとは異なり、うん、ウイルス感染がまあ主な原因となっているそうで、うん、もう我らが20代、うん、はい、30代、はい、我らが20代。おいお前、おいお前、おいお前、ござるとか言っといて、なんか今私のことディスってなかったかお前。おい、はい、何でもないざます。何でしょうかね。はい、30代ですけど、あともう来週の放送で私31になっちゃいますけど、まさかの放送日ですよ、誕生日、誕生日放送日ですから、もう祝ってもらわないと困りますよ、本当にもうやってらんないですよ。30代ですからね。私20代でございますけどもね。お前もちょっとだろ、あと。まあその若い世代にね、はい、だからもう私みたいな20代と50代のちょっと肩が痛い時に、なんでそれ攻撃的なことさせるわけ。わざとですね、これ。陰謀、陰謀。ほほほほほほ。はい、ね、まあ、若い世代に今増加しているのが特徴ということです。ほうほうほう。で、乳がんっていうのは、うん、まあ、生活習慣と女性ホルモンの関係が深いということが分かってきているんですって。あ、女性ホルモン出てますか。もう枯れてる
感じがいたしますわよ本当に今の何でしょう安い反応は何でしょうかこれですよこれなんかバッサバサの油の全くないあの髪の毛をかき上げながらまあ全然書いてませんわね本当ねこういう金曜日でした今日はなんかどっかから間違って木曜日みたいな感じですけどね聞きたいんですけど、まあでね、はい、今女性がかかるがんの中で、うんうん、まあ、乳がんというのは、まあ、1位であり、ほうほうほう、まあ、ノジーがねもうそろそろ迎える40代の女性まだだよ来週31だからあと9年あるからムカつくんですけどこの人めっちゃ笑ってえ、ちゃんみおさんは今年度何歳になられるんですか今年度はまだ年取りません今年度ですよあれ今年じゃない今年度29ですほらまだ20代ですあと2年じゃないですかでもまだ20代ですからくそ絶対先に結婚してやる絶対先に結婚してやるから負けませんけどお前絶対先に結婚してやるはい、ちょっと全然話が進みません情報を教えてください、はい、で、はい、まあ、こうやってねこうはは今は忙しいから検診を受けられないわそれに自覚症状もないし何かあったら病院に行くから大丈夫よとかってね思ってても、うんうんうん、ダメです自覚症状がないままに進行していってしまうそうですでがんは早期に発見すればね、うん、大丈夫 だね大丈夫というかね発見した方がいいの自分のためにも家族のためにもね皆さんぜひぜひ検診を受けましょうということで、まあ、こう牛久市のね、今検診がちょっと私たちいなくなりますけれども、はい、こういう形でほうほうほうもうねこう子宮頸がんだって乳がんとかほうほうほう子宮がん乳がんセット検診なんていうのもあったりしますのででもなんか値段がそうですよ良心価格めっちゃ安くないですか、はあですよね、だってこういうのってなってもっと1万円近くしますよねするするするそうなので、うん、あの対象ね20歳以上はいで、チャンミオさんも行きますねはい行けます行けますよかったセーフであの乳がんのね超音波検査のじよかったです私ねほら子宮がん乳がんセット検診も30歳以上にできるんでねやったよかったですもう今日何をしくっても絶対何も言ってやんねえマジで全部流す今から全部するいやめちゃ今から全部するすから日付がねあの日程があの上のようになってますので皆さんぜひぜひねあの検診受けてくださいということでございますあれどうしたの何の黙っちゃってるはい、はい、次行きましょうで、ね、どんな検診なのかって私あんまり実は知らないんですよなるほどでそれも広報牛久さんに丁寧に書いてありましたう、ねうんうん、でこういう形でですね子宮がんだったり乳がんだったり、うん、エコーの検査だったりマンモグラフィーでね、うんうん、で検査したりとか、なんかこういう形になってますよ、詳しく教えてくださってますので皆さん行きたいなこれねえ、うん、セットでぜひねセットで行きますセットでやった方がいいと思いますけどきますあこれねでもね、うん、なんか、はあ、詳しく説明してくれるみたいなので、まあ、カーテンで仕切られてるため医師と顔を合わせることはありません人によって多少の痛みがありますとかねなんかいろいろ細かい説明あの広報宿さんに書いてあったりとかしたので、ね、皆さんですね、うん、ぜひぜひなるほどなるほど受診しましょう私たちも確かにねちょっと恥ずかしいってなるね感じもあるだろうからね、うん、皆さんね、うん、でも大変ですかがんになってしまったらそうです、ね、早期に発見いたしましょう発見していきましょうはい、はい、ということでございました、うん、以上ですね2つ目の牛乳を紹介させていただきました、はい、続いて3つ目の、牛乳でございますほい女性ドライバー教室の参加者募集というわけでこちらも広報牛久なんですけども、うん、あの牛久地区の交通安全母の会では、うん、女性ドライバー教室の参加者を募集しているということでございます運転技術の維持向上を目指して、うんうんまあ、指導員の方が同乗する、教習所の車で運転の体験をしましょうというわけで10月の20日の月曜日午前9時から正午まで、まあ、雨天決行です、うん、茨城県の自動車学校土浦校これは網町にあるんですね牛久市内で在住普通免許および中型の免許を持っている女性です、うんうん、で日常的に自動車を運転している方でペーパードライバーはダメですよってことなんですけどもでもねちょっと先着で10名だけなので結構ですねこれはもう早くしないとそう受けられないです無料でやってるんですけども何を高めていくんですか運転技術をうん、向上そうだから女性ってやっぱり男性に比べて運転があんまり上手じゃないですかね、そうなのかね私別に下手だったと思ってないけど自分は私あんまり上手じゃない自覚がありますけどね、まあ、上手じゃないでしょうねはい何、はい、ですか
そそっかしいという意味合いでね、あの技術というかはあのチャーミューさんちょっと注意力散漫なんでねいろんなものを破壊していらっしゃるんで、もうなんか携帯のねこういうところもなんかボロボロになってますし、はい、めっちゃ今電話かかってきてますけど、あ、大丈夫ですか？大丈夫ですかね、はい、ボロボロになってらっしゃる、ボロボロになってたりとか、車はボロボロしないでくださいね。でもこの間、はい、あ、でもこの話はあんまり関係ないんであ、まあなんかね、ちょっとやってたかな、草むらにザザザザザって言っちゃって、はあ、しょうがないですね、まあ、草むらでよかったですね、そうコンクリじゃなくて、はい、はいはい、じゃコメント来てますよ、はい、コメント、はい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 、うん、はい、カゴキンドさん、はい、忍者牛乳でござるの巻、忍者牛乳でござるってことですかね、 あ、なるほどね、ござるだからね、ドロンでござる、はいはいさかちゃん、今日は久しぶりに30度に届いて暑かったよね、ほんと暑かったね、暑かったですね。あと、斉藤さん、おかえりなさい、チャーミアの時間、お疲れ、お疲れ、おつかれ、お疲れ、お疲れちゃんです、お疲れ様でございます、皆さん、はい、ありがとうしくでございます、はい、ありがとうございます、というわけで、うん、ちょっと続きですね、参加費は無料で、しかもお昼ご飯も用意してくれてると、うん、もうこれお釣りが来る感じですよね、大変くせいですね、はい、はい、で動きやすい服装と運動靴でやってきてください、うん、申し込みの締め切りが9月の30日の火曜日、皆さんですね、うん、ぜひぜひお申し込みくださいということで、うん、まあ、問い合わせにつきましては交通防災課さんに問い合わせしてみてください、はい、というわけで、はい、まあ、これできる方がいらっしゃったらですね、まあ、参加していただきたいな、はい、10名なんで早めにぜひぜひよろしくお願いいたしますというですね、3つ目の牛乳でございました、はい、で続いて、初中学校からのお便りに参りましょう、うん、本日もですね牛久市の教育委員会さんにご協力いただきまして、うん、牛久市内の小中学校のニュースをお届けしていきたいと思います。まず1つ目の学校はこちらでございます、じゃーん、お給食です、なんだろう、はい、こちらはですね、うん、じゃかじゃかじゃーん、中根小学校でございますね、中根小学校の給食の記事なんでございますけれども、9月5日の献立、麦ご飯、牛乳、サバのポモドーロソースがけ、え、何それ、などんなソース、わかんない、ポモドーロ、ポモドーロ聞いたことない、ポモドーロそれっぽい夏野菜のごまえ、チキンボールスープ、うーん、というわけで、まあ、牛久さんはお米と油揚げが牛久さんである、ほうほうほう、でなんかまあ家庭で食べてもらいたいのはこれですよこれですよとかいうのが、ね、いろいろ、ね、出てるんですけども、子供たちはサバはバジルとトマトソースをかけました、うーん、ポモドーロなんですね、ポモドーロはバジルとトマトですね、でサバのソースに酸味があるためごま和えは少し甘めに味をつけましたっていう、そんなですね、中根小学校でございました、コメント届いてますね、はい、田中さん、もしやそれって脱輪かい、脱輪まで行ってないですよね、脱輪は行ってないです、車とすれ違うときに、うん、こう、あ、ね、私が寄ってあげようと思って寄ってあげたら、うん、寄りすぎちゃって、うん、竹みたいな枝みたいなのがガガ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 ガってきてあいたた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 た、お乳のカーが、お乳目のカーが痛い痛いなしですね、そう、今誰にも言ってなかったのに言ったなと思って秘密にしてたの、そう、傷つくからね、言うことで二度傷つくからね、はいはい、今はもういやもうネタとして消化された、腹大丈夫、本当そのためにかすったんだって、そうだよね、そう、まあもうチャンミオ TV 思いだな、さすが MC、ありがとうございます、はい、ちょっと元気が湧いてきましたじゃあ続いての学校参りましょう、はい、続いてこちらじゃじゃん、じゃん、はい、こちら何してるところなんでしょうか、向大小学校スーパーマーケット見学、おうおう、3年生は近所のスーパーマーケットに校外研修、校外学習に出かけたと、うんうん、普段見ることができない場所を見学できていっぱい勉強することができました、お世話になりました、皆さんありがとうございましたというですね、そんな内容でございました。で神谷賞の、ニュースに行きます、はい、神谷賞ですね、うん、国際交流しましたということで、9月の5日の金曜日の3時間目に、6年2組にイタリア人の交流生が来て、これフランチェスカ・コンタネッチさんのことですね、子供と国際交流の時間を持つことができました、うん、イタリアの文化について話がありましたが、日本の文化の中にローマ字や祭りなどがかなりイタリアの文化取り入れられているのを知って子供たちは驚きましたと、ワインや美味しい食べ物の紹介にも喜びました、また芸術の都、フィレンツェの美しい風景や芸術品について写真を交えながら説明を聞いた子供たちは、ぜひ一度は行ってみたいと思ったようです、うん、このような国際交流の時間を通して子供たちが外国の文化を知り、国際文化が盛んになることを期待したいと思います、というわけで、ノジーは結構海外経験が、いや、そうでもないですね、アメリカとオーストラリアと韓国しか行ったことないです、
でも期間が長いもんね。オーストラリア1年行ったもんね。英語ペラペラ？全然喋れない。あのカズちゃんがよっぽどペラペラ。久しぶりにコリアンの友達からメッセージが来てたんだけど、すぐに文章を、あの英語でもちろんね、それに対してあまりすぐに文章を書けない自分に気づき、もうあの頃のように喋れないんじゃねえかって思った。英語全然触れてないですからね。私も日本語もままならないからそうでござるな。そうでござるな。まあまあ、な大変だな、そうだな、ね、本当ね、なんだかよくわかんなくなってますよ、はいはい、でもね、あのフランチェスカ・フォンタネッリさん、あの皆さんも見かけたらぜひぜひね、声かけてください。もうすっごい可愛いんですよ。二十歳、二十歳、可愛い。もうなんかね、違う輝きが遺伝子は遺伝子レベルで違うからね、やっぱね。ちょっとやっぱりあちらのね、そうお国の血が入ってると、もうね、目とかパッチリだしね、そうだね、鼻とかシュッとして、そうそう、オーストラリアでね、普通のあのファッションあの、のストアとかで行っても、こう眼鏡買えないから、ね、日本人鼻の高さが違いすぎて、買ったらここの鼻のこの山のところが、あの合わなくて、スッカスカになるの、あー買えない。外国の、私日本のもダメですよ。え鼻低いから、はあ、日本のメガネもままならないんです、はあ、もうじゃあ諦めてください。はい、諦めました。諦めてください。そうなので私は、はい、まあ、目が良くて良かったですね。良かったですね。私も両目 1.5 なんで、はい、私も多分 1.3 ぐらいある。なんで微妙に落としてきたのかがよくわからないんですけど、まあまあまあ、1.5 は多分ないと思うんですけど1.3 ぐらいあるかな、はい、じゃ続いてですね、はい、こちらじゃじゃん、じゃん、はい、こちらはですね、日立牛久小学校、こういう考えはどうだろうと、この9月5日は、計画訪問ということで、牛久市教育委員会の先生方が、日立牛久小学校の授業を見に来てくれました。そのような中でも児童は、臆することなくいつも通り学び合い、課題に対して迷ったり悩んだり気づいたりしながら、傷ついたりじゃないね、気づいたりしながら集中して学びに没頭していました。5年生の総合的な学習では牛久市のスローシティについて考え、グリーンカーテンの普及法について学び合いました。おー、もう立派なことを学んでるわけですよ。すごいね。普及どうしていったらいいかなんて考えていくんだ。グリーンカーテンがどうしたら普及するかですよ。みんながゴーヤをもらえばいいとか、そういう発想じゃないんでしょうね、きっとね。わかんないです、どれぐらいのことを考えてらっしゃるのかね。ねえ、でも何がすごいって、先生がすごいね、これを、計画訪問で授業をやった後にちゃんとそれを文章して書いてっていうのがね、大変お疲れ様でございます。お疲れ様でございます、はい、ね、大変ですよね、こういう考えはどうだろうということでね、牛久市のスローシティについても考えたと。なるほど。じゃあもう本当にちょっと私たち世代 の、あの牛久市民より子供たちの手法が、もう100倍ぐらい知ってます。知ってるよね、はい、そうだと思うよ。スローシティも私多分ジャンミョ TV をやったんだったら普通に生活するだけじゃ知らなかったと思う。本当です か、どこからも情報特に来ないよね。いっぱい出てるんですけどね、だから見に行かないだけで、まあ そこのね、そこが難しいところなんですよ、ね、アンテナを張ってない状態でも来るっていうのはやっぱり、なかなかないから、そうするとね、元から学校で勉強してる子どもたちは本当よく大人より知ってるかもしれないですね、でも小学校の時に牛久についての授業ってやったっけ。やった覚えがない。社会とかでやったっけ。いや、すごい身近なところぐらいしかやってないと思う。やってないよね、なんかちょっともうだから時代は変わったんですね。そうですね、はい、よろしくお願いします、はい、何がよろしくわかんないですけどね、はい、ということで以上小中学校からのお便りご紹介いたしました、はい、続いては明日のお知らせ。はい、牛天大仏だよ。はい、おかえりなさい。おかえりなさい。はい、最近さ、うん、当たんないね、ごめんちゃ。でもすごい、昨日の天気もそうだったけど、なんか曇ったり晴れたみたいな、あ、今日か、曇ったり晴れたり、なんかすごいコロコロ変わってますよね。昨日はね、天気だって曇り曇り曇りで曇り一辺倒ってこう言ったのにね、全然当たんないね、当たんないですね、ということで、はい、明日の天気です。いはい、明日の天気は、はい、曇り晴れ曇り朝方は雨ですか？午前中曇りですね。雨、この辺り、早朝雨、午前中止んで曇り、午後晴れて夕方また曇りという感じでしょうか。最高気温が28度、最低気温が22度で、
まあ、中途半端な感じですね。そんなに暑くないから最低気温下がってきた分まだ、うん、生活はしやすいんですが、外れ外れで申し訳ないんですが、うん、週末の天気です。はい、9月7日日曜日は、はい、曇り時々雨という感じでしょうか。雨か、うん、最高気温は、でもね、日曜日あたり最高気温は25度、最低気温は20度。寒くない？いつもと体感すると、うん、来週になるとまた25度にならない日が、あら、結果はならないっていう予報出てます。で最低気温も20度割ります。あ、もうじゃあ、うん、夏もう終わりなんす、ね、もうでも終わりです、はい、夏もいいです。去年はこの時期めっちゃ暑くなかったですか？暑いです。記憶にないです。去年はめっちゃ暑かったよ。今度総括してみますけども、去年との比較で、うんうん、お願いします、うん、指定さん。ちょっとあのいきなり寒涼しくなったんで、うんうん、ちょっと変わってるかもしれないです、うん、はい、はい、ということで、はい、ウキウキハッピー、はい、はい、というですね、はい、牛久のお天気ご紹介いたしましたということで、はい、以上牛久のニュース、うん、お届けいたしましたよ、はい、タラッタランタラン、はい、はい、戻ってきましたが、うん、今日はね、はい、そうなんですよ、はい、あのですね、はい、こちらのね、はい、後ろにポスターを貼ってるんですけど、はいはいはい、ご家族でも楽しめるビールの祭典、はい、クラフトビール祭り in ビアスパーク島妻のポスターを持ってきた、はい、すごい可愛い子がいるんですけど、もうここに来て出演していただきたかったんですけど、ちょっとあのね、牛久にあるもう一方の番組にあの出演したりとかするっていう多忙な子だったので、あの VTR を勝手に撮ってもらいました。勝手撮ってもらいました、はい、なのでその VTR をですね、ちょっとこちらで牛乳のね告知として紹介させていただきたいと思います。では見てみましょう、 VTR どうぞ。皆さんこんばんは、山田真理子です。今日はじゃじゃん、クラフトビール祭り in ビアスパーク下妻のご案内にやってまいりました。こちらはですね、下妻市にありますビアスパーク下妻で秋恒例のビールの祭典があります。日にちは9月27日土曜日10時から夜の7時までやってます。ね、美味しい地ビールがたくさん飲めます。美味しい屋台も出ますので、お肉とかピザとかアイスとか、はい、皆さんぜひぜひ来てください。私もライブに出演します。私の他にクルキアさんと、同じ事務所の J トラッシュというイケメンロックバンドも出演しますので、皆さんぜひ9月27日遊びに来てください。お願いします。はい、はい、かわいいでしょー、まりちゃん。かわいいね。なんかないね、今日の私たちのここの空気とは全く違うね。もうね、違う、さっきまでここにいたんですよ、まりちゃん。なるほど。そう、たかちゃんはね、たぶんまりちゃんがいると思って喜んできた。あ、だけど、まりちゃんがいない。そう、がっかり。大丈夫大丈夫、まりちゃん向こうにいる、向こうにいるから、まりちゃんね、まりちゃん、まりちゃん、あの、いやいやね、いやでも露骨にがっかりしてましたけど。ごめんね。いやいや、ね、でもね、そのいやいや、まあね、このピリッとする感じの私たちも必要なんですよ。え、ピリッとする感じのね、あのフォワーとして可愛いなっていうのもいいんだけど、まあ、時々ね、あのバトルが始まる感じがね、そうね、刺激的で面白いと。そうですよね。受け入れてください。はい、金曜日戦争です。そんな戦争、なんか変にディスってくるからおかしな話なんですよね。もうね、いや今日はたまたまあのね、デリケートな問題だったので、デリケートな問題をよくもそんなに無理こう無理くりアピールしてなかった。はい、あのコメント来てますよ。はい。はい。あ、田中さん、田中さん、おいおいおい。おかえりなさい。車体傷だらけじゃないの？邪魔いの？だって。あの見てません。あの現実を受け止めきれていません。はい、でもすぐピーンと音がしたので、しかも私バックしたんですよ。え、バックで
後ろ見えないじゃないですか。ああ見えないっていうかよく見えないじゃないですか。何空気でバックしちゃったのじゃあ見えてないのに。いやなんか説明すると、はあ、勢いよくバックしすぎて、はあ、こっちのミラーがバタンって枝に当たって閉じちゃって、はあ、それでねああぶつかっちゃったと思って、はあ、キーって言っちゃったら、はあ、もう大変だろうなと思って見てない見てなかったそれは完全なに注意力散漫ですね。いや見てたんですよ。いやだって車すごい勢いでバックしたことからの問題でしょ。そこです。そうですそうです、はい認めてもらってよかったです、はい、あとかやさん、はい、普通はなかなか街の情報って知らないまんまってこと多いもんね。そうなんですよね。やっぱりなかなかね自分から情報を取り入れようってする人以外もね取り入れられるようになるといいんですけどね。だってこう、うん、世の中にすごいいっぱい情報がある中の、うんうんうん、何パー 3% でしたっけ人はしか見ないんですよね。そぐらい、うんうんうん、無関心。そうあの必要ない情報をそぎ落とすように人はなってるんですよね。なんでなんですかね。いやもう身についてるでしょ。だってこうやって例えば、うん、このいっぱい人が喋ってる中、うん、私とちゃんみおさんだけ2人で喋んなきゃいけないのに、うん、他の人の喋ってる声が同じぐらいの音量で聞こえてたら、うん、全然この話集中できないでしょ。できない。だって私音楽流れてるだけでもあまり集中できないからでも人はそれを、うん、例えば、うん、こちらであのこちらのブースであの同じような音量で喋っていても、はい、こちらの音量が小さくなるように聞こえてるように言ってください。聞こえてない状態になるように人間はできてるんですよ。本当に本当になんとか期間で、なんとか期間かはどう知らないけど、なんとか渦巻期間みたいな。いやいやあの耳の期間で削いでるわけではない。あのそれは視覚の視覚からも聴覚からも情報として遮断するの。だから例えばこの VTR を見てくださいって言って、はいはい、例えば赤とか青とかその色を覚えておいてくださいって言われながらずっと見てるでしょ、うんうん、でその見た後さあこの中に何の動物が登場しましたかって言われたらもう覚えてないんだよ。色しか追ってないから。はだから集中してそのことだけ考えてると、うん、それ以外の情報を人はできるだけ排除していくわけ。そうなんですよ。なるほどね。で私だから全てのものに対してあまり何もないから何もないんでしょうね。わかんない。何もないから何もないにはよくわかんないですけどね。だって家からエスカードまで来るのか、エスカードが家に帰るのに何もないから何も考えてない。え？何も考えてないの？うん、え？何も考えてないの？はい、え？あんまり何も考えてないですね。大丈夫？病んでない？病んでる。これそうじゃないと心のバランスを取れないとかじゃない？大丈夫。いやでも。うん、そんなことあでもラジオ聞いてますね。あラジオ聞いてる、はい、NHK、いいですね。楽しいです NHK いいですね、はい、ありがとうございます、はいはい、あコメント来てました。コメント来てたんですけどね、暗くなっちゃったんで。あじゃあちょっとですねあの、はいはい、私もう一個あのご紹介したいことがあったんで、いいですか紹介しても。いいあのですね前回あのチャミュー TV に出演してくださった、うん、ウニテレビの元、うん、アナウンサーの、うんうん、相川さんからですね、あの皆さんにご報告がありますということで、うん、映像じゃないんですけどお写真が届いてますので見ていきたいと思います。じゃん。ほあソロ版が。そうです、うん、皆さんからいただいたソロ版を、うん、本日っていう風になってるんですけど、これちょっとあの2日ぐらい前なんですけど、本日、うん、曲がり流小学校へ届けに行ってきましたと。でジャイカさんからご提供いただいた教材用の大きなソロ版も活用させていただきました。もうすごいんですよ。なんかね1から10までの球の置き方をみんなで習ったりとか、これ大きいソロ版ですね。ジャイカからもらったりねとか、なんかこう低学年には時間がかかるけどね、ソロ版を、まあ、繰り返してやることできっとできるようになるだろうと。で高学年の子たちはソロ版なんて触れたことなかったのに、もう結構ね上手に読み込みが早くできたと。ね、いうことやっぱ足し算はでもあればあるほどね、頭に入ればね早くできるようになるわけだもんね。あ、ソロ版の、うん、ソロ版の球が、でも、あって、シャンプリアンさんとか早くないんですよね。私は全然ソロ版やったこともないんだよね。ないよ。え、でも学校で習うでしょ小学校。習うって言ってもそんなさ、ちゃんとソロ版検定いけるようなあのパチ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 みたいなことはやらないでしょ。そっか、うん、でもこれ数学っていうか算数で習うんだよね。うん、じゃないソロ版ね、うん、懐かしいです。懐かしいですね。でも、この中に私があげたソロ版があるかなってすごい探したんですけど、はい、映ってなかったです。
え、なんか特徴つけたんですか？いや、なんか難球みたいなのシールいっぱいつけたまんま、あえてそれ行ったんです。なるほどなるほどね、使い込まれた感じのね。そう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 、ほうほうほう。でも残念なんですね、なかったですね、この写真の中にはね。そう、なんかきっとどれかにはどこには届いてるでしょう。はい、でね、まあ、改めてね、このね、相川さんもそろばんやってみて、素晴らしく、やっぱり素晴らしい技術だと、電池もいらないし、安全力も確実につくので、本当に素晴らしい。で、ボケ防止にもいいというので、私の頭の活性化にも役立てたいと思います、笑いという感じでですね、みんなでこうね、そろばんをもらって、こんな感じで、ほら、あら、いい写真でしょ？ねえ、いいねえ。ハッピーな感じで、この持ってるソロバンの中に私のソロバンがどこかにあるかもしれない。そうだね、あるかもしれません。そう、ないかもしれないけどね、はい、っていう感じで、皆さんがチャンミュー TV に出演していただくときに、見てくださった皆さんからもいくつかソロバン提供していただいたので、ね、そのソロバンが、曲がり流学校、小学校でしたっけ、そうに曲がり流小学校に届けられましたので、皆さんご安心ください。はい、ニュースでございました。でもソロ版もね、こういいですね。そうですね、ありがとうソロ版って言ってる写真です。あ、なるほど、なるほど。そうそうそう、でまた何かあったら報告してくださるそうなので、皆さんですね、楽しみにしていてくださいという、そんなチャミオの小話でございました。はい、以上、じゃんじゃん、コメントきますよ。はい、カブキンドさん、蒸し暑いよ、ほんと今日は蒸し暑いね。蒸し暑いですね。そしてカヨさん、うちも今日は久々にエアコン2台フル稼働。おお。そしてマリちゃん萌えおーマリちゃんだって、やっぱマリちゃん反応いいですね。マリちゃん反応だね。誰がですか？カヨさんとカブキンドさんは、マリちゃん萌えと、おーマリちゃんだって、マリちゃんですね。みんなのアイドル、そうそう、マリちゃんです。タカちゃん、グリングリン急げって指示されてます。そう、急げ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 。もう多分いないんで言ったと思いますね。そう、もう多分ね、いや、そんなことはないんだよとか言いながら多分言ってますからね。そうそうそう、違う違うって言ってね、やっぱりね、すいません、いたのがチャンミオでそんなことないよ、ありがとう、かわいいよ、事故だけだよ、そう言ってくれるのは。はい、ということ で、はい、で続いてのコーナーというかね、活発タイムは、本日はですね、はい、活発タイムは本日は事情により、うん、られなくなった。あら、やっぱり生放送にはね、こういうことがね、そう、でも誠に申し訳ないのですけれども、本日ですね、ゲストさんがちょっとね、ご都合によりお休みということなんで、切り替えのため一旦 CM 流してもいいですか？はい、じゃあちょっと一回ですね、 CM 行きたいと思います。 VTR どうぞ。まあ、いろいろなことがあるチャンミュー TV でございますけれども、ね、今日はね、そんなこともあろうかと思って、ほう、なんでしょう、素敵な、うん、じゃ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 、おー、これはレミングスの夏、へー、竹谷さんの新作ですね。そうでございます。こちらですね、内容をご紹介していきたいんですけれども、はい、僕たちはあの夏から出られない、人生をかけた少年たちの計画が変わりゆく街と許されざる罪に鉄槌を下す、少年たちのひと夏、青春と断罪のミステリー。おー、ミステリーですね、やっぱり、はい、やっぱりね、襲名犯で第59回の江戸川乱歩賞を受賞した、まあね、東野圭吾さんだったりとか、あとですね、桐野夏生さん、そして紺野瓶さんらの絶賛を受けて華々しくデビューしました、この竹谷さんのね、若き、乱歩賞作家寒涙筆、魂の受賞第一作が襲名犯、で
この次に出てきたのがデミング。フル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 ってなってる。これが第一作。これ第二作。第一作は襲名犯。受賞第一作これ。受賞した後の第一作。はい、失礼しました。はい、受賞第一作と、はい、いうことで、レミングは自殺しない、うん。集団で移動して海や川を渡るんだ。必死で新天地に向かうために計画の先にたどり着く必ず全員で。誰の心にもある中学時代の甘く苦く切ない思い出。20年代生まれの新鋭が綴るどこか懐かしいヒッチがあなたの心の奥をノックしますと。いうそんな作品でございますけれども、まあ、竹内さんはね、1980年茨城県生まれということは、34なのか34歳、で、その後ね松戸の二松学舎大学文学部、二松学舎大学って松戸ですか？高校は松戸でしたっけ？ちょっとあれですけど、で東洋大学大学院で文学を専攻、現在は牛久のね地方図書館で司書として働きながら小説執筆されていると。すごいですね。まあ、襲名犯が、牛久をね舞台にしていたという、ミステリーだったわけなんですけども、今回のね、こちらの作品は、砦が、あ、そうなんだ、はい、ちょっと舞台という風になってるということなので、ぜひぜひね、そういうのも意識しながら見ていただきたいなと。そうなんだね。結構取材しやすい場所をねやるんだろうね。だろうね、自分にゆかりがあるところから。そうそうそう、全然知らないところじゃ何があるとか分かんないじゃない。水戸とかでやっちゃうとね。そう、分かんない。いまいちちょっと快楽園じゃん。そういう感じかもしれないですけども、はい、まあ、こちらでの作品ですね、9月の3日、失礼しました、9月の3日、ドラえもんの誕生日にですね、発売。あ、そうだね、はい、うん、しまして、アマゾンとか、まあ、他にもところに載ってますので、ぜひぜひですね、お買い求めいただきたいと思います、はい。ちなみに、のじ、なんでしょう、レミングって何だか分かる？レミング、それはフレミングでやろうけど、フレミングをもう私も忘れてしまった。どうだっけ、レミング、電磁力、これじゃない？こうでしょ、左手だしかも、こうか。電磁力、答えを誰も受験の時こんなに なりながらやってたもんね。そうだよね、そう、電磁力、はい、はい、でね、まあ、フレミングではない、レミングの、はい、はい、レミングなんですか、うん、何だと思う。レミング、レミングは自殺しない、集団で移動して海や川を渡るんだ、必死で新天地に向かうために。レミングは生き物ですね。生き物です。自殺しますしないからね、集団で移動するから、鳥とか、お、海や川を渡る、いや、海や川を渡る、鳥かで、海や川を渡れるのってだって何よ、イルか、いや、それ渡るじゃないしな。渡ってどうせイルカだ。集団で移動してだもんね。分かんないっす。はい、正解は、はい、旅ネズミ。ネズミなんだ、旅ガラスじゃないんですね、旅ネズミです。旅ネズミは自殺しないんですか、はい、そう、集団で海に飛び込んで自殺をするという伝説が、まあ、最近まで信じられていたという、ほうほう、動物、旅ネズミ、あ、よくわかんないんだけど、あ、レーミングっていうのがネズミ、ネズミ、旅ネズミで、それは自殺をするって、集団で海に飛び込んで自殺をするっていうふうに信じられてたっていう話ね、近年まで、でも実はレミングは自殺しないよ的なね、本で、本では、本ではそう言ってるね。どうなんすかね。え、はい、はい、というね、竹内さんの新作でございますからね、はい、皆さんもぜひぜひですね、お買い求めいただき、そう、読書の秋ですね。そうですよ、いいですね、知的になれて、もういつもですね、はい、という、まあ、こちらの作品、本体税別1600円でございますので、皆さんもぜひコメントをしてく、コメントじゃない、お買い求めください。チャンミュー TV を見たでは多分これは安くならないので、ちょっと難しいですね、はい、残念ながらね、これはね、歌舞伎堂さんとちょっと違うんですよね。はい、いきますよ、いきますよ、コメントいきます。歌舞伎堂さん、ミオがいればそれでいいんだ、ミオがいればそれでいいんだってよ。何の話ですか。だから、あ、そういう意味ですか。いや、多分みんながマリちゃんマリちゃんって言って拗ねてるから、ミオがいればいいんだって言ってくれてるんじゃない。ありがとうございます。なんでその感動薄さ。感動薄、それ可愛くね、可
可愛くないハート。もう一回テイク2する？いいよ。ミオがいればそれでいいんだって。ありがとうございます。うそくせどっちにしろダメじゃん。はい、もういいっす、それは。はい、土井中さん、はい、おかえりなさーい。こんばんは、マリちゃんもう出ちゃった後なのね。エンディングでも出るかな。てんてんてんちゃん、皆さん、結局マリちゃんでした、やっぱり。いいかもしれない。VTR なので、巻き戻ししてみてください。はい、1分ぐらい出てますね。アーカイブをぜひぜひぜひチェックしてください。はい、実物は私がね、今日十分堪能しましたので、皆さんは、まあ、映像でね、楽しんでください。あの歌舞伎の堂さんが、うんうん、あのミオがいればそれでいいんだって言ったからせめて4割引きにって言ってます。あのそういう私現金の女じゃないなるほどね。お金じゃ動きませんから。お安くないですっていうことでね。はい、はーい、というね、うん、今日は一体どんな放送なのかって感じですけども、情報が情報としてね、あの、うん、ちゃんと正しく届けられてるのか果たして不明な感じありますからね。あのなんでですか。レミングスの夏、はい、9月3日ドラえもんの誕生日に発売しました、はい、皆さんぜひお買い求めください。はい、じゃあダメですか。いや大丈夫です、うん、全体を通してね、はい、バトルばっかしてたなと思って、総評として今日は。そうですか血だばっくれてますけどこの人喧嘩を打っときながらあれだけ盛大にねやっておきながら、うん、こう怯えてますよ。誰が。いやPA さんがホワイト怯えてます、私たちの関係性に。そんなことないんですよ。あのチャンミュー TV 基本的にみんな仲良しなのでね、あのケンケンガクガクの意見討論があってもね、仲がいいのね。仲良し、仲いいよ、仲良しでーすわざとらしい感じがしますけどね、はい、じゃあちょっとあと残り5分ありますので、はい、ちょっとなんかノジーさん告知とかなんかこうないんですか、はい、来週の金曜日誕生日です、うん、来週の金曜日劇団スペースクローラー団長金曜日レギュラーのじこさんの、はい、なんと誕生日です。です、よろしくお願いします。はい、ということで何ですか、その日に何か起こるんですか。のじは何も起こんないです。なんかこう衝撃的な発表があったりとか。31になります。衝撃だ。衝撃でしょ。結構衝撃でしょ。非常に衝撃的ですそれぐらいっすね、あとうちの劇団にね、うん、あの他に2人あの9月12日生まれいますんで。あ、そうですよ。そうなんです、まさかのね誕生日は同じが3人もいるんですよ劇団内で。そうですよ、十何名しかいないのに、うん、3名一緒。9月が半分ですね。高いですね。9月が多いのはなぜでしょうか、はい、っていう感じです。あ、あとちゃんとした告知もございます。お、あった、9月の21日に、おみたま市の文化センター、はい、と障害学習センター、はい、コスモスにて、うん、フラワーというコスモス20周年記念の、公演事業がございまして、私と含めうちの劇団員2人、うんうん、あともう2人で3人ですね、うんうんうん、が、公演いたします、はい、確認いたします。放送で、公演の時間はね、今私手元にチラシがないせいでわかりません、はい、そしてでもね明日明後日合宿なんですよ。合宿。そうです。何この大人になって合宿ターンあるよ。芝居は常に合宿するよ。本当にやるよ。もう一回合宿するよ。劇団スペクルも合宿するの。するよするよ。白旗少年自然のとかね。白浜な。あ、間違えました。白浜な。はい、白浜唯一のやるんですよ。まあ、今回に関してはその市の、文化事業っていうことで やるので、三鷹市の文化事業。そうそうそう、はい、なので、ちゃんとホール、やる公演をするホール丸々2日間借り切って、そこでやるんだ。そうそうそう。それでさらに隣に宿泊施設は古民家を利用したね、あのしみじみの家っていう素敵な、古い素敵な宿泊施設がございますので、そちらの方で宿泊をして、もう2日間みっちりですよ。こんな肩痛めといてね。え、またあれじゃないですか、痛めるんじゃないですか。いや、あのね、前回痛める原因になった可能性が高いのでね、あのまたやるんじゃないかなってね、結構激しい動きするんですか。いや、私ね40代のおばさんの役なんで。あ、じゃあそれじゃないですか、もう役になりきっちゃった。なりきって、はい、おいあーみたいな。おい、違う違う、あの川に溺れていく人を引き上げるというのを、3人子供を引き上げ、男の人一人引き上げっていうのをやったら、ちょっと無理な体勢引っ張って、ちょっとそっから痛い。それが悪化して今、鎖骨下が痛いですね。まあでも、戦時中のお話と戦後のお話で、おみたま市がすごい深く関わってるお話なんですけど、ぜひぜひ、素晴らしいおみたまの太鼓とか、踊りとか、コーラスとか、いろんなその
コスモスっていうホールを使ってる団体さんとコラボレーションしての芝居なので、はい、ぜひぜひ見に来てください。だ結構もう満席状態らしくて、チケットを入手していただかないと入れない立ち見までそうな話なの。お、はい、これはそれはどうすればチケット手に入るんですか。ね、フラワーコスモス20周年フラワーで検索すると、ホームページ出てきますので、そちらの方で確認していただいて、はい、はい、ぜひぜひお願いします。劇団のスペクロのホームページとかじゃできない、うん、できないですね。うちでは予約できないので、はい、こちらの方でフラワーコスモスなんでね、はい、ぜひチェックしていただいてください。はい、そしてあ、読むっていうことで、ちなみにここからな、のやかさん生視点じゃないのね。そうなんです、そうです、ごめんなさい、ごめんなさいね。はい、そして読むでござる全体を通して、歌舞伎のさ、あ、読むってネミングスの夏をね、読みましょう。襲名班も読んでくださいね、牛久が舞台ですから。でも本当なんかこの本もね、いい感じにこう懐かしさをこう砦っぽくない、うん、ね、高さがあっていいね。あ、ほんとに砦かな、砦じゃないの、あ、でも砦かもしれないね、うん、おー、気になりますな、うん、あとあと、もう早い、歌舞伎のさん、おめでとう団長、来週金曜日待ってますから、いただけるものは何でもはい、何でもいいって、はい、何でもいいって言ってます。はい、砦かさん、お見たま、家から10分ぐらいなんで、ぜひ見に行ってください。よろしくお願いします、ね、可愛くいっぱい出ますよ。でもね、本当にこちらの作品ね、結構今回、うん、作るのね、うん、悩みましたって言ってましたから、あ、そうなんだ、なんか大変だったって言ってたので、いや、作品作るの大変ですから、うん、だからね、うん、ぜひぜひ皆さんで、ね、はい、注目して、じゃあ、はい、読みましょう、読んでください、はい、あっという間に、あっという間ですね、なんだかんだ、いつもより早く感じてくれ本当ですかいつも早く感じましたよ、ずっと自分の喋ったことない、そういうこと、いつも私後ろで、うんうん、あー、あー、なるほどねって、あのちゃんみおさんがどうしようもない時にフォローするぐらいの仕事しかしないよね。8割方どうしようもないですね時々ね、あのね、あのゲストさんにとんでもない口を聞いたりするんでね、あのお前今なぜ上から目線で話をしてるみたいな時があるんでね、あのついついちょいちょい突っ込んでいかないとゲストさんにあの迷惑かかりますよね。そういう仕事しかしてないんででも先週、はい、先週でしたっけ、はい、そう、あの大野正雄さんのこと、うん、正雄ちゃんって呼んでたの、結構みんなにびっくりされてますよ私たち。そりゃそうだよね、はい、そりゃびっくりするよね、はいはい、でも正雄ちゃんですから、はい、ね、はい、ということで、はい、あっという間の放送でございましたけどね、はいはいはい、最後、谷町スポンサーさん、はい、ご紹介してね、はい、はい、ケーキを紹介したいと思います。どうぞどうぞ。ちゃんみよ TV は旬の台所レンコン屋様、旬の台所シャンシャンタツ様、うまみどころ新月様、牛久駅前活発化実行委員会様の提供でお届けしました。はい、はい、どういうわけ、はい、コメント来てる、はい、山本さん、かわいい子に反応しちゃった、ぜひぜひ来てください、よろしくお願いします。はい、ということで皆さん、今週も一緒にお疲れ様でございました、はい、また来週も、うん、ぜひ、ね、はい、チャンネル TV も張り切っていきたいと思うのでチェックしてください、はい、それでは皆さん、今日も見てくださって、コメントくださって、スタジオに遊びに来てくださってありがとうございました、ございました。では良い週末をお過ごしください。それではおやすみなさい。おやすみなさい。